はいこんにちは FTM ラジオりょうです今日の LGBT 対談はスクさんと対談していきたいと思いますスクさんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお願いしますではスクさん自己紹介の方お願いしますはい、えー、スクさんと紹介されてましたがスクイットと言いますどうぞよろしくお願いしますお願いします えーっと、スクさんは、セクシャリティを聞いていいあ、はい。えー、っと、自分自身は、パンセクシャルです。<laughs> で、今、お付き合いしている方が、FTM の男性ですね。ほう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 。なるほど。年齢は年齢は29で、今年30になります。<laughs> お彼はいくつ同い年ですね。へ、えー。そうなんだ。 えー、どこで知り合ったのあ、あの、アプリのコージーです。へえ、よくわかんないけど。<laughs> LGBT 専用の、マッチングアプリだって。ほうん。自分がパンセクシャルっていうのを書いてたら、あの、彼がいいねしてくれて、うん。いいねを返したら、メッセージが返ってきてみたいな。へえ、遠距離じゃなかったの近かったの あの、県内だったので、うん、会ってみようっていう話になって。ほう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 。で、その仕事が一緒だったんですよね、たまたま。私、介護士なんですけども、うんうん、彼も介護士で、うん、会う前のトークで、あの、介護士あるあるみたいなのでちょっと盛り上がったりとかして。なるほどね。最初は普通にご飯食べただけなんですけど、やっぱり同じ年で、 同じ職業っていうのですごく話が盛り上がって。うん、で、次も会いましょうみたいなのから、会ってってみたいな感じですへ今どんくらい付き合ってんの、はい、?7 月ぐらいから、去年の。あ、半年経ったね。くらいですね。ああ、週なんで会ってんの仕事柄どうしてもちょっと会いにくい部分があって、うん、老人ホームで働いてるので、 休みの日とかが固定でないんですよ。うん、シフトで夜勤もあれば、みたいな感じなので、予定合わせて、もう月に2回とかが限界になっちゃう。会った時どうだった <laughs> <laughs> 最初に会った時ってことですか<ー>最初に見た時に、あの、170ぐらいある人なんですよ。えーえー、だから最初に見た時に、 なんかあの、工事にその、あった噂として、うん、その、セクマイの女の子を狙って、ボイだとか FTM だって嘘をついて近寄ってくる男がいるっていう話があったんですよ。ああ、うん、うん、それじゃないよな。<laughs> うん。パス度が高すぎた。<laughs> ちょっと、ちょっと、FTM って言われてたら分かんなかったですね。ただその後、うん、話を聞いてったら、あ FTM だこの人って思ったんですけど。FTM と、はい。合ったのは、初めて、はい。初めてです。<laughs> GID の方と付き合ったことがそもそもはなかったので。うん,うん、うん、はい。女性も男性もお付き合いしたことはあるんですけど。FTM と出会ったことはある。はい、今の彼以外と。会ったことはあるけれど、 お友達ですね今の彼と会った時にビビッと来たビビッと来たっていうよりは一緒にいただけたら楽しいっていう疑っ, <laughs> 疑って本物でででじゃあとりあえずちょっと話しましょうよみたいな感じで居酒屋入ってちょっとおつまみとか食べつつ飲みながら話すじゃないですか、うん、めちゃくちゃ楽しくてそれが、うん、すごい穏やかな方でおお 聞き上手だからこっちがちょっと喋りすぎてしまうっていったこともあって、あ、ごめんねとかなりながら話してたんですけど、うん、いいよいいよ、俺も聞きたいから、つっていろいろ聞いてくれて。超優しいじゃん。なんかすいません、めっちゃのろけになってる。<laughs> <laughs> いやいやいや。いや、あのね、FTM ね、優しいからね、みんな FTM の彼女は大体のろけるよね。<laughs> どこが一番いいのどこか。 もっと聞くと <laughs> <laughs> かって言われるとどう,どう答えていいのか。優しいなって思うのと、うん、やっぱり会った時とかにすごい頼りがいがあるなって思うことが多くって<ー>あとその仕事の介護歴だと私の方が全然先輩なんですけどもで仕事の相談とかしてくれた時にたまにものすごい先輩風吹かせちゃう時があるんですけども。うんうん ちゃんと、あ、そうだよねって言って、一先輩として尊敬してくれてるっていう、そういう点ですごいいい人だなって思います、ね。ちゃんとこうね、尊敬し合ってる関係っていうのがね。本当に。いいよ、ね。そういう関係が築けていけるなと思ったっていうのも大きいですね。<laughs> ねえ。ちょっと、はい。エッチな話聞いてもいいつってもあれですよ。ないよ、あんまり。あれ。 夜の営みはまだされてないお互いにね、全然そういう欲求がない感じ。あ、ほんともとも,もと薄くて。うん。私、なんだろう、あの、二人とも、次の日の仕事に差し障るとか、うん、そっちが <laughs> ってしまう <laughs>。待って、まだお泊まり会はしてないのしてないんです、実は。あ,あ、ほんと そうか。いや、ずいぶん奥手なー男だなー。<laughs> いや、マジいや、でもね、笑われると思うんですけど、うんうん、手握ったのも私からですからね。あら、<laughs> そうか、そうかい。う,うーん。か最初の頃、うん 本当にに付き合っってんんのかかななとか不安たたりしたんですけど、うん、お店とか入った時にバーとかだったりするとあのマスターとかが関係はみたいなの聞いてくると普通にあカップルですって言うんであ付き合ってるでいいんだみたいなチューはしたよね。は、まあ、はい。ああよかったよかった。<こ>あ,あよかった。ああ,あ,あ安心した。<laughs> それ以上もうちょっと多分これから彼とね。 本当にあのスクさんのこの順序っていうか流れがあるから <laughs> もう俺はもう口出さないようにしとくわ <laughs> <laughs> 彼はさ1 7 0ンチぐらいあるからもうパス度もうほぼ100%じゃんそうですねパッと見では細身の男の子って感じでもなんかこういやこんなこと聞いちゃ悪いけど やっぱ女の子だなとか思うことってあるの唯一言うんであれば、うん、私ちょっと整理がめちゃくちゃ重いんですよ。うん、具合が悪いとかってなりやすいんですけど、うん、そういう時の気遣いがめちゃくちゃありがたいなっていう。<laughs> 経験してるからめっちゃありがたいなっていう。そこね。<laughs> すっごい細かいとこまで理解してくれるみたいな。ああ。なんかめっちゃもう、 腰の方向さすってくれるような。とか、<ー>大丈夫つって体だるいよねとか、一回デート中にいきなりなっちゃった時に、うん、ナプキンの持ち合わせがなくて、どうしようどうしようと思ってったら、いいよいいよ、俺買ってくるから、車にいなって言われて、うん、なんか、羽付きとか羽なしとかっていうナプキンの種類とかまで聞いてくれて。そっか、そこを嫌がんないでも、買いに行ってくれるんだ。多分ね、もう、パス度がやっぱ高いから、買いに行けるタイプなんだよね。 あ、まあ。中には、やっぱね、パス度低くて、なんかもう、その、セーリーナップキンを買ってる、こいつってって思われたらどうしよう的なね、うん、人もいるからね。あーいやー、そっか。まあでも、いい彼氏だな、本当に。めちゃくちゃ、ありがとう、ありがとう、つって言ったら、いやいや、でも、辛いのは好きでしょ、つって言ってくれて。<ー>そこは、あ、理解。 度が高いっていう点では思うときはあるけど、うん、そこ以外では全くというか、全然何にも。全然もう近寄るじゃないですか。うん、で、彼氏の匂いがするじゃないですか。うん、回収もメンズだって思う。<laughs> <laughs> それどんどん濃くなるからね。<laughs> それ聞きました、彼氏が。<laughs> ちょっと悩んでるんだよ、つって,言って。マジで。 自分の枕がどっちかっつうのがわかるからね奥さんと自分の枕一緒だけど <laughs> <laughs> 大丈夫いい匂いとか言いながら張り付いてますけど <laughs> フェロモンが出てんだな出てますね、うん、<laughs> FTM だからとか私は全然気にしてなくて、うん、あ,あなたが好きだから一緒にいるんだよっていう感じですね彼氏は別になんかこうその自分が FTM だからって思ってるとか言う こともあんまりないんですけど、うんうん、そうなんだろうな。なかなかこう、恋愛に関してのアクションを自分から起こしてくれなかったっていう、そこに関しては、やっぱ、後々こっそり聞くとちょっと引き目を感じてた部分はあったみたいで、私の態度を見てて、あ、全然この子気にしてないんだなって思ってくれたみたいで。気にすることもないしな。そうですね。<laughs> スクさん自体がもうパンセクシャルだから、そこを気にする必要ないよね。 っていうのもありますね。え別に全然なんもみたいな。ただ、やっぱり彼の中ではあったみたい。本 <laughs> 当気にしないでって感じだよね。本当に。<laughs> すっごい呪気になりますけど。うん、今一番かっこいいのを持ってるのはあなたですけどっていう。<laughs> 幸せオーラが飛んできてる。<laughs> 超好きじゃん。めっちゃ好きです。<laughs> 否定しないっす。嫌 <laughs> なとこないの半年付き合ってて。今が一番でもラブラブか。え、ない。<laughs> <laughs> <laughs> 趣味とか全然違うんですけど、私割とインドアなんですけど、彼はアウトドアのタイプで全然違うんですけど、うん、だからこそこう自分の知らないところに連れ出してくれるっていうのがすごく楽しいし。いいね。彼氏があのイルミネーション見に行こうよとか、雪綺麗だよとかつってあちこち連れてってくれて。 寒い寒いと文句を言いつつ、すごい楽しいみたい。<laughs> 最高じゃん。めっちゃ最高ですよ、今。なんかめっちゃのろけばっかだけど大丈夫ですか全然大丈夫。みんなのろけ好きだから。<laughs> <laughs> <laughs> 逆にちょっと聞きたいことか。おうおあるんですけど、FTM さんが彼女側に求めることってなんだろう 若い時は、やっぱりその安心っていうか、ちゃんと男として見てるよっていう。うんうん。うん、そういうところはやっぱすごいあったかな。いや、俺はもう全然一緒にいてくれればいいタイプだからね。あとは、まあ、本当わがままな話。夜の営みは、こっちにこう、ペースを合わしてほしい <laughs>。最低 <laughs>。 <laughs> いや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 ,いやほんねいや俺はほらすごくあのーはい、やっぱ性欲がある方なのよ。はいはいはい。うん。なんか今日もなんか北川景子が俺にパンツを見せてきたとかいう夢を見ちゃったりするタイプなんで。だからそのエッチを断られると相当ショックを受けるっていうのはあるけど それは俺の問題だから、うん、<laughs> みんなそうではないと思うけど。でもね、前にバイバイするときに、ちょっと悔しくて、実は今日ひもパン入ってきてたんだよねっつって。そしたら彼、何つったの <laughs> 俺はどう反応すればいいんだっって <laughs> 奥手だな。本当にも, <laughs> もう。今すぐっよ。っと早く言ってって言われましたけど。<laughs> 早く言ってって言ってた言ってました。じゃあもう朝、<laughs> 朝一に言わないと。朝 <laughs> 一今日ひもパンって。うん。今日ひもパン、ピンクとか。<laughs> アピールが、もうそういう男にはね、もうガンガンアピールしないとね、行きたいんだけど、ね、行けないんだろうね、うん。でも一つ一つこう、見ていくとすごく大事にしてくれてるなっていうのを思うので。そうね。 FTM の男たち、聞いたか今の。すぐ手を出すんじゃない。<laughs> <laughs> でも、土地ちにしろ幸せだよって。それで幸せならね、もう全然もう言うことないですから。うん、<laughs> もうその彼氏にちょっと言いたいわ。<laughs> もういじり倒しちゃうよ、もう俺。<laughs> もうデートする前の日から、明日何着てこうみたいなので、ファッションショー一人でやってたりとか。 その時間最高だね。明日何着てったら可愛いって言ってくれるかなみたいなのずっとやってます、うん。<laughs> いや、久しぶりに聞くな、もうそんな話に、ね。<laughs> <laughs> あれ、一個聞きたかったのがさ。はい。やっぱこう、FTM に対して気を使うことってある一番最初でもいいよ。はい、最初気使ったとか、まあ、今でもこうしないようにしてるとかある 最初に会うときは、身長とかが分からなかったんで、うん、平っ平たい靴で行ったんですけど。<laughs> あの、ヒールのないパンプスで行ったっていう。<laughs> <laughs> <laughs> いや、なんか、FTM に限らずですけど、男の人ってなんかその、気にしません 女の子の方が背が高いってなると。<laughs> いや、めっちゃ考えてったよね、それね。ほんと、でもさ、めっちゃ気使うんだね。<laughs> 昔付き合ってた男がちょっと小柄な人だった時があって、うんうん、すーげえ気にしてたんですよ。ああ、なるほどね。それ何歳時それはもう学生時代なんで、うん、10代とかでしょ。あれなんです。なんか人が高い靴入ってくるとすげえ不満そうみたいなのがあったから。<laughs> <laughs> それれでヒール履いててられたらただなって思うかもなと思ってそうねまあ正解だね実際に会ってみたら「うん」があったんであ全然ヒール履いてきてよかったなみたいな本当だよバランス的にもいいね最初こう並んだ時にはなんかすごいいいかもとか思いつつ <laughs> 横歩きながらフィット感があったねありましたねうーん やっぱそうなるんだよ。<laughs> うん。あとなんか言っときたいことある言いたいこと。えぇー。<に>え、彼氏が好きですそういえば言わなくてももうずっと流れてたから今。このともりょうさんのチャンネルって FTM の方が見てる方多いかなって思うんですけど、この人たちのパートナーさんも、 多分あなたのことめっちゃ好きだよっていう。ありがとうございます。もしうまくいってなかったら、それは多分 FTM 以外の理由があると思うんですうんうんうん。セクシャリティなんて関係ないよね、もうね。そうですね。めっちゃでも本当に今付き合ってて、こんないい彼氏いないからって思うぐらい。 ごちそうさまです <laughs> なんかすいませんめっちゃるいや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 まあでも本当にいいいい人と出会えてよかったね本当にはい、えー、もうラブラブな話ずーっと <laughs> <laughs> していただきましたつくさん今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございました 今日もグッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。では、スクスさん、お幸せに。<laughs> バイバーイ。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。<laughs> OK、OK。